アレクサンドル・ガブリエル・ドゥカンはフランスの画家。ドゥカンはパリで生まれた。青年時代に北、アフリカやトルコなどを旅し、東方の生活や情景を大胆な正確さで描いた作品で19世紀フランスで広い人気を得ているが、その一方で当初、その作品は慣習的な批評家たちを困惑させた。しかしすぐにドゥカンの力は認められ、 ドラクロアやオランス・ベルネと並び称された。19世紀初期の重要なオリエンタリストの一人で、ある。1855年のパリ万国博覧会では、最高賞を受賞した。ドゥカンは、その生涯のほとんどを、パリ近郊で過ごした。動物、特に犬が好きで、ありと、あらゆる屋外スポーツを楽しんだ。1860年。 フォンテーヌブローで狩りをしていた最中に落馬して亡くなった。トルコの夜景ドゥカンのスタイルは生々しく劇的な着想、大胆で荒々しい筆使い、光と影の驚くべき対比など特徴として極度にフランス的である。そのテーマは驚くほど幅広く聖書の場面を描くのに東洋旅行の体験を利用した。おそらくドゥカンはその地方を想像でなく ありのままに描いたヨーロッパ最初の画家かもしれない。具体的に仲間に売られるヨセフ、川から救われるモーゼ、サムソンの生涯を描いた墨とホワイトで描いた9枚の素描画うである。ドゥカンの歴史画の中で最も印象的なのは蛮族の大軍と統制の取れた軍隊との戦争を描いたキンブリ族の敗北である。ドゥカンは風俗が主に フランスとアルジェリアの家庭の暮らしを多数描いていて、ユーモアが特徴的である。それは多数の動物画も同じで、特にドゥカンは猿を描くのが好きで、鑑定家はドゥカンの初期の絵を基準から逸脱しているとして拒絶した審査員たちを風刺したものである。この記事にはアメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の百科事典本文を含むチズム、ヒュー。 エイド・デ・キャンプス・アレクサンドル・ガブリエル。エンサイクロペディア・ブリタニカ7ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス。ありがとうございます。